カモンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。デカムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで今日はですね、はい、暑いですね、うん、いやもう本当に暑いですよね、うん、もうね暑い暑いということで今日は僕は、番組 T シャツではなくアロハでお送りさせていただきます。はい、来週もです。はい日本撮りってバレちゃう。あ、バレちゃう、バレちゃう、言うたらかんかった。あ、ごめんごめん。はい、はい、ということで今日 は、じゃあね、7月の29日でございます。はい、7月29日、はい、はどんな日なんでしょうか。はい、この日があるんです、はい、アマチュア無線の日です。1973年昭和48年に日本アマチュア無線連盟が制定した記念日となってます。アマチュア無線は1941年昭和16年12月8日の太平洋戦争勃発とともに禁止されていましたが、はい、1952年昭和27年の7月29日にアマチュア無線が解禁され、全国に約30人の人にアマチュア無線予備免許証が交付された日となっております。なるほどね、はい、まあまあだからね、アマチュア無線、無線ということは敵にね、うん、情報が伝わる可能性があるんで、はい、ですよね、はい、でましてはそのスパイもいるかもしれないし、うん、だから、そういうことはやったらあかんということで戦時中はあかんかった、うん、そして戦後7年かかったんですよね。7年、まあ、GHQ がね今度逆に、うん、いましたから、うん、GHQ 的にもやっぱりアマチュア無線とかされるのはあんまりよろしくなかったってことなんでしょうね、うん、はい、まあまあまあ、解禁な7年後に解禁になったということですね、はい、そしてもう一つ福神漬けの日です。ほう、福神漬けという縁起のいい名前は、はい、7種類の野菜を使用していることから七福神に由来しているそうです。なるほど、はい、なので、日付のね、七福の7月29日に、福神漬けの日とされています。なるほど、はい、またカレーに添えられている福神漬けを食べて、はい、夏バテを防いでもらおうという思いが込められています、はい、なるほど、もうカレーといえばね、はい、福神漬けですからね、はい、夏場にね、夏場にね、はい、でも僕ねカレーの福神漬け食べれるようになったら高校生ぐらいからなんですよ。うーん、前から何回も言ってるんですけど、僕はキュウリが嫌いで。キュウリみたいなシャツですけど。色がね。色がね。キュウリみたいやけど、はいはい。いやいや、もう、今でもキュウリは食べられへんのですけど、うん、キュウリが食べられなくなった、まあ、ある事件があって、うん、それ以来、キュウリと相性のいいもんがアウトになったんですよ。うん、だから、マヨネーズがかかってたら食べられるとか。うん、で、まあ、青いやつ、だから葉っぱ系のやつが食べれないとか、うんうん、あと漬物、うん、だからキュウリってお漬物になるじゃないですか、うん、で、まあ、みんなコリ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 喜んで食べるでしょ、うん、浅漬けのやつもあれば、うん、まあ、キュウちゃんみたいにね、うん、古漬けのやつもあるしって、うん、でとにかくその漬物があかんかったんで、うん、福神漬けもあかんかったんですよ、うん、もっと言えばらっきょうもあかんしみたいな。だから、うん、カレーに添え物っていうのを俺食べれなかった。あ、でそれがいや、まあ、唯一漬物の中でもおこおこ、うん、たくあんだけはね、うん、給食とかで出てくるやつ、うん、あれは甘いからいけたのね、うんうん、そんな臭みなかったから、うん、で、福神漬けに何かの俺も覚えてないんだけど何かのタイミングで食べて、うん、あ、いけるわっていう感じになって、うん、でそれが多分高校生ぐらいなんですよね、うん、で高校生の時から福神漬け大盛りでがっつり入れてくるようになったみたいな感じですね、うん、はい、まあカレー大好きな人なんで、うん、やっぱ福神漬けはあってくれた方が嬉しいなみたいな感じですね。私のよく知ってるところは玉ねぎのマリネがついてるところがあるんで、よく知ってるところね、よく知ってるところ、よく知ってるね、はい、本町の、坂井筋本町、本町です、本町のね、はいはいはい、うん、はいはい、ということで、はい、以上でしょうか。はい、以上です。はい、はい、では、このプレゼン、ありかなしか、なんですけども、今日はですね、また映画監督のインタビューをさせていただきました、はい、これがですね、作品の方がドキュメンタリー映画、うん、マルキ・イリ・マルキ・トシ、
沖縄戦の図全14部っていう、まあ、ちょっとタイトル長いんですけども、この作品を、監督されました川村監督にですね、インタビューをさせていただいたんですけども、まあドキュメンタリーなんですよ。だから劇映画ではないんです。でないんですけれども、タイトルの通り沖縄戦っていうね、のがありますよ、ありましたよね。で、この沖縄戦っていうのがどういうふうに行われたのかというのを、なんとですね、丸木入り丸木俊さんっていうね、画家のご夫妻なんですけど、ご夫婦なんです。もうね、作られてる、やられてる段階でもう80を超えている高齢のお二人とも、はい、で6年間かけて、しかも沖縄に住み込んでかかった。でこのお二人のこと名前ではみんな知らないんですけど、多分ね、僕とか小坂部さんは道徳の時間にね、なんか、原爆の図っていう映画書かれてるのを見たことあると思うんですよ。すごいおどろどろしい感じの教科書に載ってたりとかしたやつなんですけどね。で多分そこには丸木入り丸木俊って書いてあったかもしれないですけど、僕ら全くそこまで読んでないし覚えてなかったんですけど、その、まず広島の原爆が投下されて、で、その終戦を迎えました。漁港放送があって終戦を迎えました。その直後になんと広島入りして、その原爆の図を描き始めてるんですよ。まあ、これまた何分かあるんですけどね。でそれをまあ描いたことによって、ものすごいやっぱり世界的に有名なご夫妻になりまして、いろんなね、その、水俣の図とかね、はい、南京大虐殺の図とかね、いろんなその、まあ、ちょっと反戦的な意味合いだったり、まあ、権力に抵抗するというか、なんかそういう意味合いの、図をすごく描かれて、で最後にもう一番最後に描かれたのが沖縄戦の図だったんですよね。で、まあ、それをですね、川村監督がですね、まあ、これはちょっと、もっとみんなに知らしめなきゃいけないんじゃないかということで、今回取材を、されまして、で、まあ、ドキュメンタリー映画として、公開することになったということなんですよね。まあ、だから7月のね29日、まあ、夏ですから、もうね、今日からあと1週間もすれば、広島の原爆の日になり、その後またしばらくすると終戦の日を迎えますので、まあ、日本人としては忘れちゃいけない、ところになると思いますので、まずはこちらのね、インタビューをご覧になっていただきたいと思います。このプレゼンありかなしかスタート。沖縄、どう考えても沖縄というのが今度の戦争には一番大変なことが起こっとるですわね、はい、結構残ってるんですけど、それを残していけるか自分で考えた時に、丸少年だ、まるで土人みたいな扱いですね。ここがですね、集団自決場です。二人は6年かけて、場所もテーマも様々な沖縄戦の図全14部を描いていった。その作品を一つ一つ辿っていくと、画家の思考の軌跡が見えてくる。それでは、今日はですね、映画丸木入り丸木俊沖縄戦の図全14部という、まあ、ドキュメンタリー映画のですね、監督されました川村監督にインタビューをさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、まずですね、監督から簡単にですね、この作品がどういう作品なのかをお伝えいただければと思います。まあ、もう一言で言っちゃうと、はい、多分皆さん丸木入りさん丸木俊さんって言ってもご存じない人がいるかもしれないんですが、はい、世界中で知られた画家なんですね。で、それなぜ世界中が知ってるかっていうと、はい、終戦直後に広島に原爆が落ちた直後に2人が入って、当時まだ原爆のどんな被害があったかってことをプレスコードでほとんど外へ出せない時代に、もう原爆の図っていうのを書き出したんですよ。
本当に核兵器っていうのはこんなにね地獄杖を作り人々を虐殺しというそれを非常にリアルな作品に書いたことでもう本当に核兵器の恐怖とか核兵器をもうこれ以上人類は絶対使ったら破滅だっていうことをその原爆の図で見事に表現した画家なんですね。でその2人はやはりその絵を描いたために、まあ、アメリカにもアジアにもヨーロッパにもその絵を持って巡回展をやったりして世界中の人が核兵器の本当の姿を知るきっかけになったというすごく大きな仕事をした人です。でそれが前段なんですが実は2人はその後常に20世紀の人類が犯した大きな罪って言いますかね戦争が起こす悲惨な現実を例えば太平洋戦争の南京大虐殺とかですねアウシュビッツの図とかですねあとそれ戦争だけじゃなくてもう企業の公害問題水俣の図とかですね足尾鉱山の図とかそういうこう非常に権力のもたらす普通の人をこう犠牲にして経済が進むとか豊かさを求めるっていうことに対して常に強い態度でノーって言い続けてた2人なんです。その2人がもういろいろなテーマの作品を書き終えて最後の最後本当に最晩年になって取り組んだのが沖縄戦の図というちょうど沖縄戦で起きたことをなんと全14部の作品として書き上げたという仕事があって、はい、でそれはあの最初に申し上げたように原爆の図のことは知ってる方が多いんですけど、うん、沖縄戦の図ってほとんど知られてないんですよ、うん、みんなあの丸木さんたちが最後にそれ書いたってことも知らない人も多いので、うん、この時代に改めてあの絵をこんな絵があの日本人が書き残して過去の戦争のことを話してるだけじゃなくてもう本当に今半分戦争にがこうなんか片足戦争に向かって進んでるこの世界の中でウクライナもそうだし中国もそうだしいろんなところで戦争が起きてる中でもう絶対戦争を起こしちゃいけないってことを皆さんに感じてもらえるそのためにやっぱり沖縄戦の図のアートドキュメンタリーを作りたいと思いました。私もおそらくあの道徳の授業とかの教科書であの丸木夫妻のその原爆の図とかは、まあ、全部じゃないと思うんですけど一部見た覚えがあるんですよね、うん、ただ残念ながら丸木夫妻の名前では覚えてなくてそういう図画があるということを見てその悲惨さを感じるっていうようなぐらいでしかなかったんですけども、うんまあ、今回この映画で沖縄戦の図というのがあってでどういう経緯でどういうふうに制作されていったのかというのを、まあ、あの見事にドキュメンタリーとして追っかけていかれるのを見させていただいてもう非常に勉強になりました。絵の制作過程を追っかけてるんですけど結果的には沖縄戦の記録にもなっているっていう側面もあるんじゃないかなってすごく思ったんですけどもちょっと視点を変えると、はい、今すごくそのリアルとバーチャルって今の一番のテーマじゃないですか、うん、ほとんどその仮想のこととリアルのことの境が曖昧になってて、うん、でそれがまあ IT とかね AI とかもう我々が映像を見るときにやっぱりどうしてもスマホでとかネットの配給とか場合によっては映画見るときもテレビの画面で見たりしますよね、はい、でも私がやっぱりねこの沖縄戦の図に出会ったときに本当にこう感じたのはまず絵の大きさなんですよ。はいはい、1メーターと8メーター50そういうのって画集にしたり絵はがきにしたり、うん、まあそれって見ることができるんですけれど、うん、リアルな絵を見た時のこう圧倒的な感情といいますかね、はい、その絵に自分が向き合った時にもう全身いろんな感覚とかいろんなことをものすごく感じたようなつまり一部のアートっていうのは複製とかなんかじゃなくてリアルなものを見るっていうのが基本だと思うんですよね、はい、じゃあ美術館に行って見ればいいんじゃないのっていうこともあるんですが実はこの絵がですねものすごくいろんな情報とかねいろんな画面とかものすごい数の人物が描かれてて実際の美術館に行ってもなかなか何がどう描いてあるかって分からない、うん、どこ見ていいか分からないし、うん、もうやっぱりちょっとショックのあまりですね目を背けたくなるぐらいのパワーがあるんですよ、うん、この絵が持ってるすごい意味現代的にも
過去のことを書いてるんですが、戦争っていうのは人類が昔からずっと繰り返してる。やっぱりこの絵が一人一人がなんか見たときに自分の感性とかね、心が動いて、人が動くときって心が動かないと、アートによってこの沖縄戦を伝えるってことが一人一人の感性に訴えていく今までにない形の記録映画になるのかな、なったらいいなって。最初はあのゴールとか見えてないんで、まずそんな気持ちになってこれは納得したいってとこから始まりましたね。だから原爆の図で知られてますけど、もちろん原爆の図から始めて日本のその2人の丸木夫妻が成し遂げた仕事、平和のためにそれは後世まで残る大事な仕事で、それをみんながもう一回知ってほしいって気がしますね、うん、こちら大阪っていうか、まあ、関西での公開が7月の28日から、まあ、8月にかけて、はいはい、まあ、公開っていう形になるんですけども、うん、戦争を考えるタイミングだったりとかするので、僕はもう今年の夏は皆さんにこの作品をそれぞれのあの劇場で見ていただきたいなと本当に強く思いました。全くそうでね、はい、最初のリアルとバーチャルって話したのは、はい、あの絵の大きさを考えた時に、うん、スマホの画面とか、はい、ネットの配信である大きさの画面を見るんじゃなくて、ね、実はあの絵に匹敵するのは、うん、映画館のスクリーンに投影した画像を見ることが一番その本当の 絵の体験と近いところがあると思って、はいはいはい、でまあ、スクリーンの大きさも実はあの4メーター8メーター50もないんですけど、うん、はい、それにしてもあの大きな画面で見た時に感じるものが絶対伝わってくる、心に伝わってくるものがあると思うのと、最初におっしゃったあの成瀬さんっていう方が、はい、沖縄戦の図で沖縄民謡を裸足でね、うん、三から三振っていうあの当時戦後は三振がなかった時に、はい、米軍がいろんな食べ物を供給した中にビスケットの缶があったんですね、こんな。はい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 。あれを、うん、あの三味線の弦を張って、缶から三振っていう、もう戦後の沖縄の象徴 あの三振で弾いて、裸足で、うん、あの絵の前に立って、しかも絵をバックにするんじゃなくて、絵に向かって実は歌ってるっていうのは、うん、絵に描かれた亡くなった人に向かって、供養のようなね、うん、語りかけるような形で歌ってると思うんで、はい、なんかそういう感じは、はい、まあよく映画なんかを見てる方は、あ、なんとなく伝わるかなっていう感じです、うんうんうん、今回ね、はい、自慢したいことがあるんですよ。あ、じゃあぜひぜひ。それはね、実は、最後に監督からですね、見てらっしゃる方に、メッセージをお願いします。ちょっと違う話なんですけど、はい、今年広島で G7 サミットがあったじゃないですか、はい、で丸木さんたちが原爆図を描いた時にやっぱ広島って象徴的な場所だから、あそこにね原爆の図を置きたいってすごく願うんですよ。広島にあったら G7 サミットの時に各国の首脳がね、絶対もう人類は核兵器使っちゃあかんなっていうふうに心で感じると思うんですよ。それがアートの力ですね、はい、でもそれが実現しなかったんですね、いろんな事情があって、ね、うんうん、その経験があったので、うん、2人は沖縄戦の図は沖縄に置きたいって願うんですよ。その願いを聞いて佐喜眞さんが、はい、その自分の先祖の土地を米軍の基地の一部に入ったのを返還してもらって美術館を建てて、であそこに沖縄戦の図をずっと置くことができるようになって、それが今戦争のことを考えるときに、まあ、沖縄っていうのはやっぱりあの本土とは違って、うん、もう基地から何からいろんなことは全部沖縄にしわ寄せがいってるじゃないですか、はい、でそこにあの絵があるってことは、実はやっぱりこれからの平和が沖縄から平和のメッセージを送る小さな南の島っていう感じが、あそこに絵があることでより強くなったんじゃないかと思うんですね。だから最後のメッセージで言えば、ぜひ映画を見てもらって、で沖縄はすごく自然もいいし海も綺麗なんで、もう絶対あの素晴らしい食事も芸能もいいから、沖縄に皆さん旅行された時に一応その中の一つとして美術館にも寄るというふうになったらすごく嬉しいですね、うん、ということで今日はですね、丸木入り丸木都市沖縄戦の図全14部の監督でいらっしゃいます川村監督にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ
聞いてください。はい、はい、ということで終わりました。はい、はい、ということで、まあ、河村監督もね、まあ、ぜひたくさんの人に見ていただきたいというふうにおっしゃってたんですけど、これね、申し訳ないです、36本あったんですよ、インタビューが。で、これですね、フルバージョンは別で見ていただけるにします、うん、また特別編という形で、だって気になるとこいっぱいあった。そうそう、止めましたからね、うん、僕ね、はい、なんでってでそう、さあ何を自慢したかったんでしょう、うん、監督は、というのが皆さん気になってらっしゃると思うんで、そちらはまた別のね、特別編の方でご覧になっていただきたいと思うんですが、最後にね、まあ、たくさんの人に見てほしいという話があった時に、僕実はその、そのインタビューの中で、ね、僕も言ってるんですけど、ぜひ佐喜眞美術館にやっぱりね本物見に行ってほしいんですよ、うん、なんせインタビューでも言われてたように4メーターかける8.5メーターってもうめちゃめちゃでかいわけですよね。でこのめちゃめちゃでかい、図を、まあ、実物見たら当然ながらすごい迫力ある。でも残念ながら知識がなかったら何書いてあるか分かれへんわけですよ。だからこの映画が、まあ、90分ぐらいの映画なんで、この映画を見た後で佐喜眞美術館に行ってほしいっていうことであれば、そういうパッケージのツアーがあればいいよねっていう話をしてて、うん、で監督もそれいいね、ぜひやってやりたいよねっていうので2人で盛り上がったというのが、まあ、別バージョンの方ね、フルバージョンの方に、見ていただけるようになってますんで、ぜひですね、そちらを、見ていただきたいなと思うんですが、まあ、とりあえずこの、短いバージョンでも、はい、まずは判定をいただければということですね。はい、はい、ということで、このプレゼンありかなしか判定。はい、ありがとうございました。あれあれあれ、そう止めてるから、はい、止めてるから。こっちです。そうそうそう、はい、何をね自慢したかったかは本当にね、ロングバージョンぜひ見てください。本当にね、36分の間でものすごい僕と河村監督の何やろ、気持ちが近づいていくっていう見ていただけると思うのでぜひご覧になっていただきたいですけども、まあね、これね、インタビューの中でも河村監督と僕と2人で喋ってる中で言ってるんですけど、これね14部がなんかね、なんていうの、ほら14コマみたいな感じなの。だから4コマ漫画でもやっぱ起承転結あるじゃないですか。だからそれと同じようにやっぱ起承転結があるような感じの流れなんですよ。うん、だからその残酷なシーンもあれば、そのすごい深い意味のあるシーンとかも、姫百合の塔のこととかも描かれてるんでね。だからすごいね、いろんな意味合いを持ってるその図がいっぱいあるんですよ。で最後の12、13、14がもう本当にこれ感動的な終わり方になっていて、やっぱその沖縄戦の中で一番悲劇っていうのは、その沖縄の人たちが、まあ、自決しなきゃいけなかったっていう状況があったり、まあ、これはもう沖縄の人からしたらもう無理やりその自殺を促されたっていうふうに、なるんですけどね。だからそういうことが実際にあったりして悲しい現実があったりするわけですよ。でその一番の地獄絵図になった、ガマがあるんですよ。でそのちびちりのガマっていうんですけど、そのちびちりのガマのすごい凄惨な、まあまあシーンになっちゃった、まあ、だって血のみごみたいな子供をね自分で自殺できないじゃないですか。ってことは親が殺してるんですよ、うん、ということになっちゃうんですよね。でそういう部分もあったりするかと思えば、同じ村の中で、同じ村ですよ、同じ村で別のガマが、そのガマにはたまたまハワイの人がいて、ハワイ帰りの人がいて、要は向こうの言葉が分かるから、米軍がこんなこと言ってる、あ、いや米軍全然そんな俺ら捕虜にして殺すとかせえへんって、ちゃんと解放する言うてるでっていうことで全員助かったんですよ。っていうのをなんとそのマルキー・イリーさん、まあ、水墨画家のご主人の方なんですけどが、水墨画的に描いてあるんです。でそれがどういう絵になってるのかちょっとまた
本編見ていただきたいし、まあ、インタビューではちょっと話してさせてもらってるんですけど、まあ、その辺ちょっとあのフルバージョンで確認していただければなとまた思います。はい、はい、ぜひですね、まあ、日本人だったらねこの作品はね一回はあの見ていただきたいなと思いますんで、ちょうどね、28、29、8月11日と、この関西の、ね、まずは、京都シネマ28日昨日からやってまして、で29日第7芸術劇場今日からです。で8月11日は神戸、映画資料館の方で、上映という形になってますので、ぜひ皆さん、お時間を見つけて見に行っていただければと思います。はい、ということで今日は、マルキーリーマルキー都市、沖縄戦の図、全14部の、川村監督のインタビューでした。ありがとうございました。はい、では次あゆみ。はい、はい、お店の情報です。はい、はい、8月に入ります。はい、8月4日5日6日3日間で一つ勝ちです。はい、はい、政治マシン吾監督の一つ勝ちの上映となります。はい、全7回ございまして、はい、リモートもリモート登壇があったりとか、うん、リアル登壇があったりっていう、うん、なんとスペシャルなイベントになりますので、はい、ぜひぜひお貸しくださいませ。うん、料金が1500円でワンオーダー制となっております。お時間の方はそれぞれ、異なっておりますのでホームページの方ご確認ください。はい、はい、そして8月の7と7日月曜日と、20日日曜日で絆王子と無限の一歩の上映になります。はい、こちら不登校を、ね、題材にした映画となっております。7日が月曜日が19時30分、20日日曜日が10時の回となっております。一般の方は1500円、アンダー22歳以下の方が1200円となっております。こちらもね、30分程度のアフタートーク付きとなっておりますのでお楽しみください。お願いいたします。はい、はい、そして8月11、12、13で、岡本隆史監督のディスコーに入る。はい、こちらも全7回の上映となっておりまして、うん、全7回すべてに短編映像であったり弾き語りがあって、アフタートークもございますので、ぜひこちらの方もスペシャルなイベントになりますのでお貸しくださいませ。お時間の方がそれぞれ異なっておりますので、こちらも、ホームページの方確認ください。料金が1500円の、プラスワンオーダー制となっております。はい、そして、8月のカバですね、はい、第2第4月曜日は14と28となっておりますので、ぜひお越しください。10月までです。はい、あと、ね、残り少ない、あと6回ですね、うん、となっておりますのでお越しくださいませ。はい、ね、カバもね、はい、また岐阜でずっとやってたんですけど、うん、岐阜ではもう新聞にものすごい取り上げた 3紙ですよ。うん、で1紙は朝日新聞が、うん、そう、地方紙プラス、うん、全国紙から、うん、取材に来られて、うん、であるいはまたゲロでやった時にゲロの地方の、うん、記者さんがまた書いてはったりいろいろね、うん、話題になってます、はい、ぜひ大阪の方もご覧いただきたい。はい、お時間が19時スタートで料金が1500円となっております。はい、はい、8月の18、19で音楽ライブがございます。ラクザライブ、はい、2 days となっております。はい、ぜひお越しください。しかし19日が19日がソールドアウトしております。そ, そ, そうなんです。はい、18も本当に残りわずかなお席しか残っていないのでお問い合わせください。お願いいたします。大人気ですか。大人気です。はい、2 days やってもすぐ埋まる、ね、はい、はい、ぜひお越しくださいませ。はい、以上です。はい、ではいきますよ。今日のグッチョイ。はい、今日のグッチョイは来週に迫ってまいりました。はい、2回目ですが、一つぼっち。はい、はい、来週です。いや、2回目っていうかね、うちの番組でもうすでに1回取り上げてるわけですよ。そうなんですよ。うん、はい、もうちゃんと広山元葉さんにね、はい、僕がインタビューをさせてもらったやつを流してたりとかしますから。はい、3回目ですよ、取り上げるのは。ね、取り上げる3回目。はい、で、僕ね、ぜひね、今日はここを見てほしいっていうところをちょっとね、はい、皆さんにちょっと言いたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、もちろん広山元葉さん、すごいです。ね、主演で。まさにこのナミコっていうね、ヒロインを生きてらっしゃいます、うん、フィルムの中、うん、ね、で三村太也さんが、太子さんが、まあ、お母さん役っていう形
形なんですけども、このねお母さんの若いバージョン、若い時バージョンを演じているのが、木下直子さんというね、女優さんなんですけども、このね人の演技がすごいんですよ。あの小さかった奈美子を、ネグレクトであったり、うん、あるいはもう直接的に虐待してるんですよ、うんうん、あんたなんかいなかったらねって言いながらうわーっつってもう暴れ倒してるんですけど、あのまあそのシーンをあんなに思い切ってやれる女優ってすごいなって僕思って、あのやっぱ多少ねそのなんか思い切りがいるとかってあるじゃないですか。まあ思い切りよくやってます、うん、であのとにかくその暴れるその奈美子のお母さんをあそこまで気持ちよく演じていらっしゃる、木下さんって本当にすごい、ね、この作品で彼女の存在がなければ、うん、あの成り立たないんですよ、うん、それ要は小さかった時に虐待された思い出として出てくるわけですから、その思い出が緩いもんだったら全然ダメなんで、あそこまでもう本当にね、うん、あの演じられてすごいなと思いましたっていうのがまず一つ、これはもう見物のシーンです。でもう一方、ね、その、お母さんが再婚してるんですよ、うん、奈美子を置いて出ていた後で、その後、ま、奈美子はあの施設に収容されて施設で育って、今は介護施設で働いてるところに全てを忘れたその 母親が来るんですけど、なんとその母親が、嫁いだ先にいた、まあ、向こうの旦那さん連れ子ですよ、うん、こう連れ子さんがいて、この連れ子さんが、まあ、女性なんですけど、これを篠原舞さんっていう女優さんが演じられてます。で、この人がね要はものすごいイケすかないんですよ、めちゃくちゃイケすかない。でもなんでイケすかないかっていうと、そう奈美子の母親に育てられたからなんですよ、うん、だからもう本当に愛情なんか一切注いでないみたいな育てられ方をしたので、ひねくれちゃったっていうところがあって、で実はこの奈美子とこの、篠原舞さん演じる娘、まあ義理の娘ですけどが激突するんですよ。これがすごい、まあ思い切りよく2人ともあのキャットファイトやってます、うん、で、これもね、僕平山さんから聞いたんですけど、2人がそれをやるシーンで、しかも、初顔合わせでもそのシーン、うん、初日だから他のシーン先じゃなくてそれが一発目、うん、で篠原さんが平山さんのところに来て、あよろしくお願いします、あの私手加減できないんでみたいな挑戦状みたいな、いやいや結構やっちゃうと思うんでってよろしくお願いしますみたいな、あもうどうぞよろしくお願いしますみたいな、静かな火花が散ってたんじゃないかなっていうのがそんな気がするんですけど、多分相当現場ピリついてたんじゃないかなと思いますが、はい、それがどんなシーンとして出来上がってるか、これは結構見物なのでぜひこの、まあ、2人の女優というか都合3人の女優がどういう風にね、それぞれの、役を、まあ、演じてるというか生きているかっていうところを見ていただくと、この一つぼっちものすごく盛り上がるんじゃないかなと思うので、はい、ぜひそこを見ていただきたいなと思ってます。はい、はい、そんな感じです。何かあったとはないですか、2人。いや僕は、うん、まあ、僕も見ましたけど、はい、やっぱその砂浜のシーン、あーなるほど、うんうんうん、すごいキーなりますね、なりますね、はい、なんかすごい、はい、としてこう焼き付けられる、うん、はい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 、そういうのこう、うん、あ、もやと思ってるし、なるほどなるほどなるほど、はい、まあ、こういう風に、うん、描いてある、そうですね、はい、ちょっと一部ファンタジー的にね、そうです、描かれる部分があるんですけど、はい、うん、まあまあそれが、どういう風に物語に作用してるのかみたいなところがね、はい、一つのあれかなと思いますね、うん、はい、どう、なんかストーリーがなんか壮絶やなってすごい、はいはいはい、そうですね、はい、うん、なんかすごい見応えがあったな、だってさ、だってさ、うん、自分を虐待してネグレクトしてた、はい、母親が全て忘れて目の前にやってくるわけでしょ、うん、許せる、もうその話聞いただけでなんかすごいなって思うから、ね、ね、うん、ね、
だから、まあ、そこの葛藤がどう描かれてるかっていうところをね、あのぜひ見ていただきたいなと思います、はい。まあ、このマテリアルのスクリーンで、はい、しっかりね見ていただいて、そしてあのまだドラゴン映画祭でもやりますから、はいはい、両方見ていただければなと思いますけどね、はい、ということで今日のグッドボーイでした。エンディングでございます、はい。エンディングね、まあ、本当に暑いよね、キュウリみたいにキュウリみたいって言うな、はい、はい。ということでですね、まあまあ今日もなんだかんだ言いながら35分コースなんですけど、やっぱどうしてもね、あの言いたい部分をね、あの言いたいから言っちゃうんで、どうしても長くなったりとかするんですけども、特に今日 の, あの、まあ、沖縄戦の図に関してはね、あのものすごいやっぱりあの我々日本人がやっぱ覚えとかなきゃいけないというか、知っておかなきゃいけないことがすごいたくさんあの盛り込まれてる作品になるんで、あのインタビューでも言ってましたけど、実はドキュメンタリーとしてその絵をどう描いたかということを追っかけてるんですけど、イコール沖縄戦で何が行われたのかを追っかけてることになるんですよ。だから90分見たら本当に沖縄戦がどういうことだったのか、そして土地の人たちがどういうふうに感じてるのかということがよくわかるので、それを分かって佐喜眞美術館で、まあ、僕も本当に行きたい沖縄行ってぜひ見たいなと思ってます。これはもう約束のように皆さんに言っときたいです。あの今年は無理かもしれんし、来年も無理かもしれんけど、必ず僕は佐喜眞美術館でこの沖縄戦争を見たいと思ってますので、ぜひ、映画見て、思い立った方は沖縄に行っていただければなと思いますね、はい、はい。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。はい、また来週。